国立情報学研究所学術基盤推進部長のうるしがと申します。あの本日はあのお暑い中あのたくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。あの先ほどクラーカーの方からのお話がありましたけれどもあの今回のですねセミナーの受付開始からですね大体1週間ぐらいでですね定員達しましてあの皆様方のですねま高い関心にあの 深く感謝申し上げているところでございます。それから残念ながらですね。あの参加が叶なわなかった方々もおられるわけでございまして。ええー、と、これ、カメラはあれがカメラですかね。あのこの場をお借りしまして、あのお詫び申し上げます。どうも申し訳ございませんでした。 えー、あのセミナーの開始の前にです、ねあの、スパークジャパンに関しまして、えーまあ、少しだけ紹介をさせていただきたいと思います。あのこの事業はです、ね、あの、まあ、多分皆様ご存知かと思いますけれどもあの、国内外のオープンアクセスイニシアティブとか、からからその関連組織と連携をいたしまして、わ、えーまあ、が国の学術コミュニティにおけるオープンアクセスの推進、 それから学術情報の流通の促進などに取り組んでいる、まあ、そういう事業でございます、えー。北米やヨーロッパにおきましては、大学図書館団体の、まあ、呼びかけによりまして、えー、学術成果のです、ね、オープンアクセスの推進というのが、まあ、活発的に進んでおりまして、まあ、米国ではスパークでヨーロッパではスパークヨーロッパという形で,です、ね、展開をされています。 スパークジャパンはですね、まあ、こういったスパーク、それからスパークヨーロッパとの連携を図りながらですね、えー、まああのアーカイブ・オルグとかそれからスコープ3などの活動も支援をしております。また、大学図書館コンソーシアム連合ジャスティスと協力をいたしましてデジタルコンテンツのアクセス保障などの支援も行っているところでございます。 このスパークジャパンはです、ね、平成15年度から3年単位で目標を再設定しながら進めておりまして平成28年度の今年度はです、ね、第5期目にあたります第5期目の重、ね、点項目といたしましては4点ございまして1点目が国際的なオープンアクセスイニシアティブとの協調で2点目が学術情報流通に関わるアドボカシー活動 で3点目がオープンアクセス、あ、すみません、オープンサイエンスへの活動スコープの拡大、4点目がオープンアクセスに関する基礎的情報の把握というふうになっております。今年度のセミナーではですね、オープンサイエンス時代の文献とデータの流通というテーマで、文献および研究データのオープン化につきまして、現況や最新のトピックを踏まえて議論をして、 オープンンサイエンスへの取り組みにつなげる予定でございます第1回目である本日につきましてはテーマはオープンアクセスへの道ということでございましてサステイナブルなオープンアクセスモデルとは何かについて議論を行います特にグリーンオープンアクセスとゴールドオープンアクセスと呼ばれる2つの方法のですね現状と課題について議論する予定でございます このセミナーの実現にあたりましては企画ワーキンググループのメンバーの方々に大変ご尽力をいただいております。特に今回第1回目につきましては情報システム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンターの坊野秀夫先生北海道大学附属図書館の梶原重俊様明治大学学術社会連携部西脇鮎子様 それから弊所の倉川圭先生には深く感謝申し上げます、えー、本日は3時間40分と長時間になりますけれども最後まででどうぞよろしくお願いいたします